なんかうわーという競争化する可能性になりますよね。で最終的に何だろう、まあ特にやっぱり宗教が最近すごく話題になっていますよね。なんか弾圧とかなんか受けたりしないのかなとかね、なんか変な心配しちゃうんですけども、その辺はまあ余計なお世話かもしれませんが、なんか考えてたりはしないですか。でも僕のスタンスは結局、はい、天皇系側に立つというですね、なるほど、立ち石に、はい、をまあ目指してるというか、はい、なるほど、慣れるかどうか分かりませんけど、はいはい、まあそういう方向でですね、はい、そうですね。じゃあ、 陰陽師というのはどんどん進めていくということですね、はい、そうです、はい、まあ、ちょっとその陰陽師の話はまた後で出てくると思うんですけども、まあ、もうちょっとやっぱ現代の話を少し話を変えてしていきたいとは思うんですが、まあ、最近ですね、この間出た方はまた同じ話を少し被るかもしれませんけれども、7月8日っていうところがおそらくこの日本もしくは世界も含めて大きな転換点だったと思うわけですね。もう本当ビフォーアフターだと思うわけですよ。もちろんそのこれからどうなるかっていうのは半年1年2年経ってみないと分からない部分がありますけれども、その社会に今日本はどういうふうに進んで方向に行きそうな感じがします。やっぱりまずはですね、はい、今現在の、うん、国の、まあ、うん、機構っていうんでしょうか、はい、仕組みっていうんでしょうかね、はい、国会議員っていう立ち位置がですね、うん、まあ、無給化に向かうっていうんですか、お今は年収5000万とか、はい、実際ですね、はい、文書交通費まで含めると年間本当に自由に使えるお金が5000万円もらえる立ち位置で、うん、年金もなんか10年、議員を続けると、月70万とかっていうですね、はい、議員年金がもらえるっていうですね、うん、ものすごい優遇された立ち位置ですけども、はいはい、でもよくよく見ると、うん、何の役も立てないじゃんっていうですね。あ、そうなんですか。いや、本当にですね、はい、役に立てない人が多いっていうんでしょうか、はいはい、そういう、まあ本当に民主主義って何なんだろうね。まあ、確かにね、我々が払っている税金の分を働いているかどうかではちょっと疑問なところありますね。はい、報酬分働いてないっていうですね、うん、こともうあからさまになってきてるですね。うんうん、ただ、いや実際ね、手を挙げるだけですから、この何年間ですね、まあ、安倍さんお亡くなりになりましたけども、盛りかけ問題なんてのは正直その何がいいとか悪いかっていうのは分かりませんし、さておきます。だけれども事実としてですね、盛りかけ問題だけで1日3億円の国会の運営費をですね、どんどん消費してるわけですよ。でそれは結局何が出てきたかって何も出てきないわけですね。でそれは事実なわけですよ。でそれは安倍さんが、まあ、こう言い方は非常に語弊がありますけども、逃げ通すことができたっていうふうに思うのか、闇に放られるという思ったのか、だ本当したらもっとしたらなんかこの先に真相が暴かれて全部ガラッと変わる可能性があったのか分かりませんけども、まあ、事実としておそらく盛りかけ問題が今後浮上することはないわけですよね。はい、ですよね。ないんですよ、もう実際に、はい、もうだいたいもうお亡くなりになってますので、はい、だから結局じゃ今まで使った1日3億円全部パーだったんですよね。そうです。おだちの税金がそれ本当じくじたる思いっていうのがあるわけですよ。まあ、そういった意味でもありますよね。でもちゃんとしてる人もいますよね。まあ少しはですね、はい、じゃあまあ少しはいるんですよ。はい、じゃあまあその今後そういうのも全部含めてですね、いや本当じゃあ議員というのが無報酬になるっていう方向になるわけですが、本当に優秀な人で、うん、無給でも、うん、国のために働く、うん、はい、そういう人しか、うん、そういう人が議員になるっていうんですか、うん、そうですね。いやでも実際そうあるべきですよね。そもそもだって議員というのは国民の代表ですから、ね、なんか国民の代表になるのになんかその高い収入報酬をもらってなるっていうのはちょっとおかしな話であって、はい、我々国民の声を代弁するための人たちですからね、本当に志じゃないといけないんですよね。例えばひょっとしたらその、まあ、例えは非常に悪いんですけども NHK 党のですね、立花さんなんてのはほとんどお金をもらわずにやってるというちょっとクレイジーな人だったりするわけですね。でもなんかクレイジーな人が世の中を支えてるっていうのがあると思うんですね。まあ、彼がいいか悪いか、まあ、さておきですよ。僕はいいと思わないんですけども、でもやっぱりそういうクレイジーな人が今後いっぱい出てきてほしいなという気はするんですよね。まあ、だからそういうふうな道に進んでいくということですね。まあ、じゃあ具体的にどうなんですか、まあ、結局でも誰もなり手がいないとか、なんか、うん、まあ議員の定数は減りますよね、はいはいはい、下手すると、うん、大臣だけでいいとかですね、うん、はいはい、なるかもしれません。大臣というのはだから政治家の官僚 の官僚のトップに立つ、ね、なんとか大臣、はい、文部科学大臣とかですね、はい、はい、
その十数名だけで OK というふうになるかもしれません、うんうん、それだけその人たちだけが国会議員っていうですね。なるほど、まあそれはそうです。じゃあそれだって、まあ、その何ていうのかな、そういうふうになるかもしれないっていうのはあるんですけども、でもその方向に進むのは、はい、まあ、間違いないっていうんでしょうか。なるほど、はい、例えばそのいついつっていうのを言えるとしたらどんな感じですか。あ、そのタイミングはちょっとわからないですね、はい、でももうその転換点があの7月7日8日だったというですね。それちょっとね、つながらないんですけども、はい、もうちょっと深掘りして教えていただくことができます。あ、そうですね、はい、要は、うん、あの安倍さんっていうのは、うん、要は、公の場でも、うん、私はあの、もうふんだんに資金があるんだと、うん、それを動かせば官僚だろうが議員たちだろうが、はい、まあ自分が賄うことができるわけですよね、はいはいはい、まあ、派閥の親分ですから、はい、で派閥の親分を超えてあの、うん、なんとか各界にわたってそのお金を配れば、はい、自分のいいように動かせるわけですね、はいはい、うん、で、あの官僚たちも黙らせることができると、うんうん、やっぱりそれをやってた、うん、まあ、やってたその人が、うん、あの暗殺されたわけですから、はい、あのということはそのスタイルがもうダメだよって言われてるわけですね、うん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 、もう終わりでそういうスタイルはと、はい、まあ、だからあの、ね、今、安倍さんに代わる人が誰もいない状態ですね。顧問ばっかりが並んでるだけで。いや、そうやって考えると安倍さんというのは、まあ、国葬するかなんとかって話ありますけども、はい、すごい大きな存在だったわけですね。そうですね、なんせ52歳から、はい、内閣総理大臣で、はい、最年長で内閣を組閣し続けた人ですからね、影響力はすごいと思います。ですよね。だからそのなんとかな、平成以降もう最大というか、昭和、まあ、角栄さんとか、なんか読みますけどね、はい、すごい存在だったわけですね。だからその安倍さんの死をもって世界がどんどん変わっていくということですね。そうです。だからこれ、いい世の中になっていくということですか、結局は。まあ、日本の、うん、日本の国自体で言えば、はい、あのもっとシンプルになるんじゃないかと思いますね。なるほど、なるほど。この今後の転換、はい、この転換点ですね、はいはい、どういうことかというと、うん、あの量子コンピューターっていうのが、はい、まあ、普及して、はい、あの国民一人一人と、うん、量子コンピューターに、はい、あなんか、まあ、どういうふうにするのか分かりません、うん、デバイスに触るだけなのか、はい、イエスかノーかですね、うんうん、議題が出てきて、はい、イエスかノーかどっちかで意思表示すれば、はい、投票は集計されるわけです、瞬時にして、はい、それによって、うん、まああの国の行方自体が決めるかどうかは分かりませんが、うん、ある程度の政策は決定できる。うーん、で官僚その大体は、うん、官僚が考える、はい、で国交問題だったら、うん、まあ、官僚がこれ集計ですってあの大臣に渡して、うん、あそうですかって言ってアメリカに飛ぶとかですね、うんうん、まあ、そういう本当にシンプルな動きになるんじゃないかと思うんですけども。それは何だろう、民主主義、民主主義とも言え、まあ、直接民主制みたいになるんですが、でもやっぱり、うんうん、まあ、表向き民主制ですよね。いや、今回の選挙ってすごく象徴的だなと思ったんですよね、はい、例えば民主主義っていうのは我々はまあ比較的マシな制度だと思うわけですよ。我々国民が主体であって国民がみんなで決めていくってことですよね。でその中で、まあ、これもちろんいい悪いは別としてですね、あのガーシーみたいな方が選ばれるわけですよ。であれは民主主義が選んだわけですよ。でガーシーという人が例えばですね、まあ、そのいろんなことを暴露するじゃないですか。でこれはちょっともちろんもういい悪い別としてないですけども、非常に有能な政治家がいたとしましょう。もう本当に考えてる。でその方に例えば愛人がいたとしましょう。で愛人がいるんだけどもめちゃくちゃ有能な人がいます。でも愛人はいないんだけども無能な人がいます。どっちが選びたいかったら、多分国民はですね、愛人のいない無能を選ぶ人が多いと思うんですよ。でそれは民主主義の劣化であり、民主主義の弊害だと思うわけですよ。で皆さんも聞いてみたいと思うわけですね。もうめちゃくちゃ有能な社長だったり政治家がいます。でもその人は誰も傷つかない愛人がいらっしゃる。でも、愛人もいない、別の言い方するとあえて、変な言い方するとモテない、ですね、社長とか政治家がいて、そこに投票する人が増える気がするんですね。でそのガーシーがですね、その愛人問題なんかを暴露しまくって有能な人がどんどん殺されていく、殺されるというか、まあ、政治的に性も失っていくということがあるわけじゃないですか。でそれはもう民主主義の大いなる失敗だと思うわけですよ。
そういう民主主義 の、うん、あの欠陥がですね、はい、これからますますあの、はい、今回のガーシーさんとかは、はい、その、うん、まあ短所でしかないですね。短所ですよね。民主主義の欠陥が、うん、あやっぱりあそこから始まっもう露呈したんだなって、うん、はっきり分かる年だったということが後で分かると思います、うん、じゃあということはですね、はい、じゃあ民主主義というのがない方がいいと。いやこれ実際ねそういうふうに言う人いるわけですね。今回のコロナの対応にしても、はい、これはあの成田さんっていう誰だったかな YouTube で最近見かける人なんだけども、その方が言ってるんですけども、あの民主主義の国の方がコロナの対応が悪かったっていうのがちゃんとデータで出てるわけですね。 でもだからでも中国がいいとは思わないんですけども、でも全体を総じてマクロで見ると民主主義の方がやっぱり敗北したっていうことなんですよ。じゃあ今後何が良かったりするのかなと思うんですね、うんうん、そういう意味では、うん、あの日本の国っていうのは、はい、もう資本主義国家でありながら、うんうんうん、最も世界で最も社会主義的な、うん、あのなんか組織あの社会が整った国だって世界から見られてるわけですね、うんはいはい、まあそうですね、なんかハイブリッドみたいな感じで、いいとこ取りみたいな感じであるんですね、はい、でもそれはそれでまあいい機能だと思うわけですよ、はい、じゃあそれ例えば日本がですねこれからその資本主義という、全体的な仕組みの中で社会主義的な、機能もあるということですよね、はい、でそれ多分よく機能してたと思うわけですよ。そうですね、実際コロナ対策で今あの世界で一番成功したのは日本なんですよね、はい、じゃあいいじゃないですか日本って、はい、でそれは安倍さんが亡くなってどういう方向に進むのかなみたいな、ところなんですよね。そうですね、はい、まあ、そういう意味ではあの、うん、今後は、はい、浮上してくるのは、はい、やっぱりちょっと民主主義の欠陥っていうのをどう是正するのかなっていうところで、うん、やっぱりあのトップは揺るぎないこう、うん、まあ、なんとか、うん、あの象徴的性を持った人が出てこなきゃダメだっていう考え方が、まあ、だんだん、はい、明らかになってくる方向になると言われてますね、どういうことかというと、はい、やっぱりあの国体、うん、国体というのはあの、うん、天皇家ですね、はい、がやっぱりあのもっと、うん、発言なるほどなるほど持ってくるような感じがないと、はい、あの日本は収まらないんじゃないかっていうですね。なるほど。でもそれはねすごくねあの納得ができるわけですよ。やっぱり、まあ、天皇陛下皇室っていうのは2500年以上の歴史がありますよね、はい、その説得力すごくあるわけですね。でその方がやっぱりその目の前に現れたらはははーってなると思うんですね、はい、でそれは絶対善であるということが前提になりますよね。そうですね、はいはい、だからどこそこの王様みたいにですねなんかサイコパスみたいな王様っていうのが昔中国にもたくさんいますけども、血筋だけで成り立っているところですね。だから天皇陛下っていうのは、まあ、皇室っていうのが絶対善であるということを我々はやっぱり信じざるを得ないと、はい、いうことですよね、はい、まあ、そういった意味でエドワードさんの一貫性としては皇室を守護するというところで言ってるわけですね、はい、じゃあまああの民主主義っていうのが結果がどんどん是正される中でじゃあもうこれからの鍵は皇室ということですか。なりますね、はい、実はあの世界の、うん、にも王室があるんですが、はい、なぜ、天皇系だけエンペラーって呼ばれるのかっていうことですね、はい、おおおお、それはあの、ある意味、うん、術を使えるからなんですね。おお、それちょっと面白いですね。はい、術というのは、あ、これはあの僕あの情報空間の、はい、あの、はい、蓮見さんから、はい、あの、はい、まあ、ま、まあ、うん、そんなに多くない場所であの、はい、人数だけ少人数の場所で教わったことを、これちょっといいですかね。いや、いいんじゃない、はい、まあ、これだけ、はい、これだけはまあ言ってもいいかもしれないですが、はいはいはい、あの、天皇のうん、あのまあ、天皇自身、陛下ご自身ですね、うんうん、天皇家の血筋の人は、うん、あの本当はあの技使えるんだよねってですね、あのそれこそ弘法大師空海とか、はい、安倍の生命が使ってたぐらいの技は、はい、自分で使えるんだよねっていうですね。なるほど、はい、だからでも、はい、王室あの、イギリスの王室とかは、うん、技はちょっと使えない、僕から見ても使えないようにと思うよってですね、お、だから、うん、一段上にいるんじゃないかな。でその技っていうのは具体的にどんな技なんですか。もう普通にあの結界を張ったりですね、はいはい、まあ、だから僕があの、はい、いや僕が結界張らせてくださいって言っても、うん、いや僕の方が 上だからってこうやられたら終わりなんですけどね。なるほど、まあ、だから我々が見るようなそのスピリチュアルサイキックな技っていうのがもともともう代々血筋としてもうできるということですね。だからこそ二千数百年もは、はい、なるほど、天皇であり続けるってですね。うーん、
でそれで、まあ、どうなるか、どうなるか、はい、で実際にあの天皇陛下の金城陛下が、うん、即位の時に、うん、雨が降ってたのが、はい、急に、晴れ渡ってあの お出ましになった瞬間ですね、虹がかかりましたよね、うん、はいはい、あれをあの、世界の集まったお祝いに駆けつけた、うん、あの各国首脳が、うん、あのインペリアルレインボーっていうんですか、うん、そういうの、はいはい、さすがあのエンペラー が、うん、があの登場するときに現れる虹っていうんですが、うん、インペリアルレインボーが現れたと、はい、やはりあの、はい、エンペラーは術が使えるとなるほどいうですね、いうあの、騒いだわけですね、はいはい、で我々日本のまあ、象徴である天皇家は、はい、弘法大師や安倍晴明さんが使ってた技を普通に使えるってことですね。おそらくですね、はい、あのまあ僕が聞いた話では使えると、うんうん、じゃあもうなんか技作って使って、はい、世界をまるっと平和にできないもんなんですかね、はい、あの、はい、そんな時間がないんですよ。なんですか？だって一番大切なことじゃないですか、世界を平和にするっていうのは。あの、はい、その代わりに祭祀があるわけですね、はい、我々には知らされない、はい、毎日毎日、年間、うん、どのぐらいでしょうね、うん、なんか1000近い祭祀を行われてるらしいんですよね、はい、ですね、はい、だからそれは仕事ですからね。そうです、はい、だからあの、まあ、もちろんその中には国民の平和、はいはい、あの安寧と平和を願うっていう式もあるんだと思うんですが、はい、だからご自身でなんか出向いてですね、うん、はい、あのさあ、アメリカとあのどこそこ行って、うん、じゃあこうやってですね、収めるとか、はい、そんなこともできないわけですね、はい、 お時間がないからですね、はい、なるほど、なるほど、はい、いやでもね、今こうやってね、世界平和のためにまるっとなんか術使ってくださいよって言いましたけども、はい、実はもうすでに術は使ってるんだと実は言いながらちょっと思ったんですね、はい、というのは我々こうやって飯食えてるし、まあ、日本は今ねその力弱いとかなんか言ってるんだけども、でもやっぱりこんな平和な国はないと思いますし、いろんなことがなんだかんだ叩かれながらもうまくいってるわけですね。で明日の飯を心配する人なんかもいないわけですよ。でそれってもしかしたら天皇陛下が毎日毎日祈って技を使ってるその結果かもしれないですね。でそれ慣らされてるが慣れすぎてるがゆえにですね、ありがたみが分かってないかもしれないですね。だから例えばその、まあ、ソマリアのようなですね、政府がないような国に天皇陛下が本当にガチで技使ったらですね、平和になるかもしれないですよ。きっとなるかもしれないですね。だから我々すでに技使われまくってるんじゃないでしょうかね、きっと、はい、あとはあの、うん、要所要所ここぞというところで、はい、天皇陛下の指示によって、うん、はい、いろんなことが動いているので、なるほど、例えば昭和天皇が、うん、あの敗戦時で、はい、終戦時に、はい、あのいろんな手を打たれた、うんうん、その中の一つが物価対策だったっていうのはあるんですね。で、なんか物価対策って物価対策っていうのは、はい、今あの世界中であの、うん、日本を含めて食料価格、うん、エネルギー価格が跳ね上がってますけども、はい、物価、そっちの物価ですね、物価です、はい、で、うん、あのよくあのなんか所得が増えない、所得が増えない、うん、あの野党が騒いでましたけども、うんうん、いや、あのね、お前アホかっていう感じなんですが、うんうん、あの所得が上がったら物価上がるやろってインフレだよねって話ですね、うんうんうん、世界中の、うん、世界中各国は、うん、あの東南アジア諸国にかでもですね、うんうん、日本よりもあの所得が高いんですね、確かに、うんうん、上海じゃあシンガポールとかあのインドネシアあたりでは、はい、初任給40万とか50万とか、インドネシアでまだと思うんですけども、ね、シンガポールは確かにそうです。あと香港、台湾とかですよね、はい、日本よりちょっと遅れ た,、うん、はい、たところでも、はい、都市部に行くと日本も初任給が20万そこそこなのに、うん、向こうは40万とか50万とか、一、ね、人当たり GDP といえば韓国よりも下がっちゃいましたからね。そうですね、はい、はい、収入が確かに低く抑えられてるんですね、うん、はいはい、実は平成元年の、大卒初任給も 20万5000円かな、だからそれはもう30年間全然変わってないんです、変わってないんですよ、はいはい、で、うん、でもまあ、 あの物価っていうともそれほど変わってない部分もあるっていうんでしょうか、うん、はい、100円ショップが流行ったりですね、うんうんうん、それってどういうことだったかというと、はい、あの鉄鋼価格が、うん、あの日本国内では跳ね上がらなかったんですね。ほうほう、先物価格から外されてですね、はいはい、で、その鉄の価格が下がらなかった、うん、あの上がらなかったから、うん、日本の産業を支えるのは建築業ですから、建築業が安定的に、うん、
建物ですね、うん、住宅からを提供してきたからこそ、うん、物価も安定してきたという素地があるんですけども、うんうんうん、これを策略が画策されたのは昭和天皇だったんですね、はいはい、日本 の、 あの物価を今後もずっと、うん、あの平坦にならす施策をしろと命じてですね、はいはい、命じられて、はい、それが今になってあのエネルギー価格がどんどん世界中上がっても、はい、日本も上が少し上がったんですけど、うん、まだ生活は成り立っているのはこの長い間の、うん、なんとか物価が上がらなかったから、うーん、ロスが少なかったんです、はいはい、というあのものがあるんですね。実際に物価が上がらないというのは国際競争力という意味で言うとマイナスですよね。いや、内需だけだったらいいと思いますよ別に、はいはいはい、でもやっぱりその我々が海外行ったりするとうわめっちゃ高いやんって今最近思ってしまうわけですよ、まあ、ですね、はいはい、でその国外国とのやっぱ取引というのはなくてはならないと思いますので、はい、輸入するものがどんどん今、高くなってますよね、はい、まあいいと思わないんですけどね、はい、まあ、そうは言っても、うん、やっぱり国民の生活が成り立ってこそっていうのはあるのですね。なるほど、じゃあ物価を安定化させて、はい、国民の生活を成り立たせるということを天皇家が、支持したという。そうです。でなおかつ、うん、日本がなければ世界の人たちがもう生きていけないっていうぐらいに、うん、させる、はい、そういうなんか日本が消えたらジャパンロスみたいになって世界の人が滅ぶみたいな状況まで持っていけっていうふうに指示をされたんですね、昭和天皇が。だから世界中であの日本のランドセルが流行ったり、はい、日本のアニメが流行ったりですね、はいはいはい、もしあのドラえもんが、うん、あの著作権がどうのこうのって言って、うん、世界中から取り上げたらですね、うん、どんだけの子供たちが学校行かなくなるかですよね。どういうことですか？あの日本のドラえもんとか、はい、あのまあ、あの、なんか女の子が出てくるアニメとかいろいろありますよね。はい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 、ちょっとド忘れしましたけど、あのそう昔からあるセーラームーンとかですね、あの鬼滅の刃とかもそうなんでしょうけども、はいはい、日本の、ジャパニメーションを、はい、あの著作権がどうのこうのって世界中から撤収するとします、はいはい、そしたらもう世界中の人がもう働かなくなるんですね。なんですか？今の時代、いや意欲がなくなって、おう、意欲なくなるんですか？なくなるって言うんですよ。あ、そうなんですか。日本のキャラクターを取り上げられたら、うん、はい、もう死んじゃう人が大多数です。ちょっと僕は理解しなかったですけども、日本のアニメを見ると意欲が出てるってことですね。そうです、そうです。マスコットとか買うこと持ってることによって、はいはい、だから、なんか著作権を取り上げるっていうのはあの、まあ、みんなで広げるという意味ではなくて、はい、足りんですよ、はいはい、そのぐらい浸透してる、うん、精神的に精神面ですね。あ、日本のものは、はい、あ、だからその日本のアニメっていうのが、それで世界中の人々の活力というか、はい、心の支えになってるっていう現状があるんですね。はい、ちょっと言葉があるんですが、うんうん、はい、なるほど。これもまた日本の、はい、昭和天皇の戦略だったんですね、うん、日本の、ものうんですね、日本発って、ね、うん、日本が発信するものなしでは世界中の人が生きていけないようにしろってですね、うん、それは天皇家が言ったんですか？そう、昭和天皇がおっしゃってました。でもそれってなんかあの後から後付け理論のような気がしないでもないんですよね。でも、はい、分からないでもないっていうんですか、まあ、それはもちろん今の現状からすると日本のアニメっていうのは世界から非常に評価されてるし、でも逆に言うと日本のアニメぐらいじゃないかっていう、日本がね誇れるものは最近ではアニメぐらいじゃないかとも言われてるわけですよ。例えばその BTS みたいな、まあ最近ね活動中止しましたけども、でもひょっとしたら韓国の BTS とかエンタメの方が世界に現状として影響していると思うんですよね。その辺はだから日本はアニメ変わるかもしれないけども、韓国はそういったなんていうかな、エンタメがあり、例えばアメリカ映画がありというのがあると思うんですよ。で別にだから日本だけはなんか特殊だとも思わないんですけども、もう一つあるんですね、はいはい、まあヒョンダクとかモナコへ行きました、はいはい、でヨーロッパの、はい、社交界の、はい、まあローマですとか、はい、いろんなところですね、はい、ちょっと行くこと機会をいただいたんですけども、うんうん、はい、もうその時の話題、うんうん、神社とか、うん、天皇家とかですね、ほうほうほう、もう本当はそういう日本の根幹に関わることを質問されるんですね、うんうん、なるほど、なるほど。というのはどういうことですか、ちなみに。例えば、はい、あの、バス停があるんですけど、モナコに、うんうんうん、あの神社の鳥居が描かれてるんですね。おどこで降りても、おお、
どんだけ日本好きやねんって、あ、神社好きやねんって感じですね。おあとは、まあ、あの他にも日本の風物がこう、うん、描かれてたりですね、うんうん、であと、まあ、パーティーでは天皇家はなぜ、うん、あの2000数百年も続いてるんだ、うん、その秘密を教えてくれてですね、うん、いや俺に聞かれても分かんないよっていう感じなんですけど、まあ、でも一応あの一応知ってる限りでは、うん、いやあのきっと神社っていうのがあるからでしょうねとかですね、うんうんあのその神社っていうのはあのこういうやつだよねってなんか書いて、うん、あそうそうイエスイエスとか言ってあの、うん、で天皇っていうのはどういう人なんだ、いや、うん、ベリーカインドリーとか言ってですね、なるほど、あの、まあ、親しみやすい人ですよ、うん、接しやすい人ですよっていう話をすると食いついてくるんですよね、うん、でも確かにですね、僕もいろいろ世界ね旅しましたけども、あの宗教的モニュメントとしてですね、神社がある国って日本以外ないんですよね、はい、いやそれはもちろんハワイとかですね、後から作ったのありますよ。でもそれはなんか国のなんかその宗教としてですねきちんと定着しているのは、例えばヒンズー教はインドって言われますけども、ネパールにもありますし、シンガポールになりますし、バリ島にもありますよね。でまあイスラム教はサウジアラビアでもイランでもですね、まあいろいろあるとかあります。キリスト教も言わずもがなですね。で例えばゾロアスト教はイランと、ムンバイになったりとかですね、まあそのいろいろあるわけですよ。でも神社がその国の宗教として成り立っているところは日本だけなんですよね。